こんにちは、コスケです。先日僕新型ベゼル契約いたしましたが、今回はなんで新型ベゼルにしたのかという話を、ドライブをしながらしてみたいなと思います。 CX-8 を売却して他の車に入れ替えると考えた場合、当然 SUV が候補になるんですが、新型ベゼル以外にもたくさん SUV はあるわけですよね。いくつか候補がある中でも新型ベゼルを選んだ理由というのをドライブしながら話していこうかなと思います。今回新しい車に入れ替えるにあたって、その新しい車に求める条件が当然ありました。でその条件の一つ目なんですが、まず車中泊です。車中泊は夫婦2人で、CX-8 の時はね、夫婦2人でできるくらいの広いサイズの車ということで検討しましたが、今回は1人で車中泊ができるくらいの広さがあればいいかなと思ってました。夫婦2人で車中泊をするときは今乗っているフリードプラスを使えばいいので、新しい車は僕1人で車中泊ができれば OK かなというのが一つ目の条件です。なので一人でも車中泊できないような車は今回は対象外ですね。例えば売れているもので言うとヤリスクロスなんかはすごく魅力的な車だと思いますが、ちょっと車中泊厳しそうなので今回は候補から外れたということになります。で二つ目の条件は、当然 CX-8 からの乗り換えになるので SUV でしかも四駆があるということです。雪道を走るのがメインになるので、当然最低地上高が高くて 4WD というのが条件になりますよね。なので例えば日産キックスは四駆がないので今回候補から外れます。ミニバンと違って大体四駆あるんですけど、キックスがないんですよね。で3つ目の条件なんですが、3つ目は CX-8 よりもボディサイズが小さいというのが条件になります。これは CX-8 を売却する理由みたいなところでも話しましたが、妻が乗れないというのが結構大きくて、妻が乗れるサイズの CX-8 よりもコンパクトなボディの SUV をというのが条件の一つとなってました。ただ CX-8 よりも大きい車ってそんなにないので、ランクルとかね、あの辺は NG という感じですね。それ以外だと大体 CX-8 よりも小さくなるので、ここまでだとね、そんなに対象外の車っていうのは多くないかなと思います。で4つ目の条件なんですが、後席の空間が CX-8 よりも狭くならないというのも条件です。これは妻の要望でもあるんですが、 CX-8 よりも後席が狭くなるのは嫌だということで、多少狭くなるぐらいなら問題ないと思うんですけど、同等ぐらいの後席空間か CX-8 よりも広い後席がある車というのが条件となります。そうなってくると CX-5 とか CX-30 とか、あとはトヨタの CHR とか、あのあたりは CX-8 よりも後席が狭くなるので、妻の許可が出ないということになりますよね。で5つ目なんですが、5つ目はお金に関することです。 CX-8 を今後3年保有するよりも大きく支払い金額が増えるような車はダメというのも、これも妻から釘を刺されていることですが、条件の一つとなっています。なので、多少の前後は構わないと思うんですが、車を入れ替えることによって月3万も4万も負担が増えるというような車は厳しいですよね。で最後6つ目なんですが、6つ目は新しい車がいいということですね。これに関しては単純に僕が新しいもの好きということもありますが、 YouTube 的な観点からも新しい車の方がこう話題にしやすいというのもあって、新しい車の方がいいなというのが条件になっています。それ以外にも僕今回車検、
取らずに3年以内に売却する予定なので、基本的には新しい車の方が売却するとき有利になると思います。それもあって基本発売から1年以内の車というのを今回の入れ替え対象とすることにしました。ここでかなり車種限られてくるんですよね。さあちょっとお腹が空いたので朝食をどこかで食べましょうか。さあ今日もキラキラ公園で食事にしたいと思います。今日天気いいんですが黄砂がすごいらしくて、まあ、確かになんか白っぽくもやがかかってるようなそんな空になってますよね。さあ今日の朝ごはんですが、よいしょ、セイコーマートでこんなのが売られてましたね。メンチカツサンド388円、これと僕の大好きな110円パスタシリーズのエビとキャベツの塩焼きそばを朝食にいただきたいと思います。このパスタシリーズは本当安くてお買い得ですよね。すごいいい匂いする。じゃあいただきます。100円っていうのが魅力だよね。そんなわけで今回車を買い替えるにあたっての条件は、一人で車中泊ができるくらいのサイズがある車であることと、あとは雪道を走るので SUV で四駆であること、そして CX-8 よりもボディサイズは小さく後席は CX-8 よりも狭くならないというのも条件です。そして今後3年間乗った場合のコストが CX-8 よりも大幅に高くならないというのも条件ですね。で最後が新しい車がいいということで、その条件に合う車だと、まあ、そんなに多くないんですよ。そもそも新しい車、発売から1年ぐらいの新しい車というのがそんなに多くないので、例えばラブ 4PHV とかハリアーハイブリッドで MX30 と新型ベゼルあたりが対象になるのかなというふうに思います。まあ MX30 に関しては後席の広さとか燃費とかあまり当てはまってない部分もあるんですが、 MX30 は乗って本当に楽しかったので妻を説得してでも欲しいなと思わせてくれるそんな車でしたね。まあ実際は多分後席が狭くてダメだと言われてしまいそうですが、まあ、なかなかこう諦めきれず最後の最後まで候補には入ってました。でそれ以外の車だと、例えばスバルの車だとちょっと燃費が悪いということで今回は候補に入れてませんし、三菱のアウトランダーとかエクリプスクロスも新しい車ではない。まあアウトランダーに関しては来年あたりには新しいモデルが出るんじゃないかという話もあるので、三菱の SUV も今回は候補から外れてます。で日産もそうですよね。キックスは四駆がなくてエクストレイルは今年後半発売されるんじゃないかと、モデルチェンジするんじゃないかという話なので候補から外してますし、でホンダの CR-V も雑誌なんかで今年後半フルモデルチェンジかみたいな情報もちょこちょこ見かけるので、それも候補から外してますね。わすごい、メンチカツのメンチカツサンド美味しそう。いただきます。で候補の中でラブ 4PHV に関してはちょっとお値段が高いんですよね。あの車両価格自体はハリアハイブリッドとそんなに変わんないんですが、売る時の売却価格がハリアハイブリッドに比べて多分かなり低くなるということで、3年間の出費として見るとラブ 4PHV ダントツ高くて、ちょっとそのコスト的に厳しいなというのがありました。本当乗り出し価格はハリアと変わんないんですけど、残価設定ローンなんかで見てみるとすぐわかるんですが、多分電気自動車と一緒で数年後の売却価格というのがはっきり見通せないので残価率低くなっていると思うんですが、まあ、例えば残価設定ローン使わずに現金で買ったとしても550万出して買って3年乗って売るときに150万とかだとさすがに負担が大きいじゃないですか。ハリアとかだと多分550万で買って3年後300万
前後とかでは売れると思うんですが、まあ、それが150万とかになるとさすがにこう負担が大きいということもあって、ラブ4 PHEV は売却価格が全く見通せないので、まあ、今回はコスト的にちょっと厳しいなということで候補から外れました。それとラブ4 PHEV は納期がすごい長いんですよね。僕が見積もりもらった頃で確か10月生産枠が一つ空いてて、それ逃すともういつになるか分かんないっていう話だったんですよね。でもうちょっと考えたかったので、まあ多分年内納車難しいんじゃないかという話もあって、ちょっと納期が長いなというのがラブ 4PHEV の、まあ、もう一つの難点でした。なので、まあ、それもあって候補から外れたんですよね。たとえお金があってもちょっと納期が長すぎたなというところです。でもう一つの候補のハリアーハイブリッドも実はこの納期が問題になって候補から外れました。まあ、ハリアーの場合は下取り価格、売却価格も高いので3年間乗って売ると考えた場合でもすごくコスパは良かったんですが、まあ、トヨタ車一回乗ってみたいっていうのもありましたしね。ただいかんせん納期が長くて、2月後半ぐらいの時点で納車は11月間に合うかどうかっていう感じだったんですよね。で3月になると注文も増えるので、まあ、3月後半ぐらいに注文するなら多分年内納車は難しいんじゃないかということもあって、さすがに半年以上は待てないなと。でそんな時に新型ベゼルの価格が発表されて、思った以上に安いわけですよ。で当然人気の車になると思うので売却時の価格もおそらく高いと思いますし、まあ、残価設定ローンで見ても残価率 58% とかですごい高いんですよね。なので3年間のコストで見ると CX-8 そのまま持ってるよりも、まあ、車検取って消耗品交換して持ってるよりもベゼル残価設定ローンで買った方が安いっていう、まあ、そんなねこう経済的にもすごく優しい車だったんですね、ベゼルは。そんなこともあって、あ、これベゼルでいいんじゃないと見積もり出せるようになってすぐ3時間後ぐらいに契約してしまいました。まあ、そのあたりがやっぱり今回ベゼルを選んだ理由ですね。価格面もすごく条件が良かったし、性能的にも僕が最初に考えていた6個の条件全てを満たしている車です。で、これは必須条件ではなかったんですが、僕モーター駆動する車に乗りたかったんですよね。あのモーターで走る車に乗りたくて、まあ、単純にそのエンジンと協調してモーターを動かすだけじゃなく、モーター主体で走る車、 E-Power とか EHEV とか、まあ、あとは PHEV とかね、そういう車に乗ってみたかったので、まあ、その点でもベゼルはすごく必須条件以外の条件にもすごく合ってて、あ、これ理想的な車じゃないかなと。妻も乗りやすいサイズですしね。まあ、そんなこともあって購入しました。価格面、性能面で僕の必須ではない条件すらも満たした、今回は僕かなりいい買い物できたなというふうに思ってます。車中泊に関しても斜めに寝るか、シートを前のシートをね、フロントシートを前まで出すとまっすぐ寝ることができそうですし、まあ、あとホンダらしく後席だいぶダウンするので、多分座席を倒した上に座っても頭はつかないんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、これはちょっと試してみなきゃわかんないんですが、フリードほど天井広くなくても、まあ、こうやってテーブルを置いて食事したりはできるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると車中泊、まあ、こうやって机を置いて食事できる車ってすごい少ないですから、 SUV だと、まあ、そういう面でも車中泊にも向いている車で、まあ、もしかすると僕の理想の SUV になるかもしれないということで非常に楽しみにしています。で、納期に関してなんですが、遅れがなければ結構早くなるみたいで、5月の上旬ぐらいに納車される可能性も出てきました。まだわかんないんですけどね、まだわかんないんですが、まあ、5月中には納車できる可能性が高いということです。もちろんルネサスの半導体の影響を受けなければなんですが、まあ、本当ホンダに限らず、まあ、多分トヨタが特に影響大きいと思うんですけど、半導体不足ですごくどこも納車が遅れてるみたいなので、僕のベゼルもその影響を受けなきゃいいなと
思っています。ちょっと僕今日3月30日なんですよ。家にこの炭酸水があって、ちょっといつ買ったのかわからない炭酸水だったんですが、賞味期限を見ると、3月28日って書いてたんですよ。で、今日3月30日で、あ、2日過ぎてるから早く飲まなきゃなと思って今日持ってきて飲んでたんですが、今2021年ですよね。これ2020、ちょっと待って。今2021年ですよね。1年、2日賞味期限過ぎてると思ったら1年と2日だったっていう。もうほとんど飲んじゃいましたけどね。大丈夫かな。まあ確かにその炭酸ほぼない水だったんですよね。まあ大丈夫でしょう。水ですしね。というわけで、今回は新型ベゼルを選んだ理由についてでした。単純に僕が最初に考えていた、次の車の条件というのを全て満たしていて、価格も思った以上に安く、そして必須ではないけど、できればモーター走行の車がいいなという条件も満たした、僕の今回の条件にはすごく完璧に近いくらい当てはまった車で、まあ購入に関しては全く後悔なくできたかなと。というかすごく楽しみですね。あとは実車を見てないので、どのくらいの乗り心地かとか、車内の質感はどうかとか、また実際車中泊してどうなのかっていうあたりがすごく気になる点ではあります。まあ、これは試乗したりしないとわからない部分なので、こう予約の段階で買う場合には確認のしようがないんですよね。納車の日が決まればまた動画でお知らせしますし、新型ベゼル試乗ができるようになればディーラーさんで乗せてもらう予定なので、その時また動画にしたいと思います。というわけで今回は新型ベゼルを買った理由についてでした。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。